皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタカです。今日はこちらの水槽の話をしていきます。よかったら見ていってください。こちらの水槽はね、60センチ規格水槽になりますね。で、こちらはね、まあ以前ね、まあ残念なことがあったんですが、今回ね、まあいろいろね、もう反省していろいろ考えて、こちらの水槽をまあリベンジしていこうかなと思ってます。なんでね、まあまだ何もいない水槽ですけど、ディスカスをね、またね、新たに再挑戦しようかと思います。これ次がね、最初で最後かもしれないですけどね、どうなるかわかんないですけど、とりあえずね、もう一度だけディスカスを飼育してみようかなと。まあディスカスもね、まだ自分もほんとね、まだ飼育ほとんどね、まあ素人なんで、今回ね、またリベンジとはいえ、うまくいくかどうかは飼育してみないとわからないですけどね。でですね、前回はね、ヒーターが壊れて残念なことになってしまったんで、奮発したっていうかね、ヒーターをね、いいやつ買ってきました。これがじゃじゃーん、こちらセーフカバーナビバッグ220。これね、値段は4300円ですね。税込みで4300円しました。ちょっとまあ高いんですけど、しかもね、これね、裏見るとわかるんですけど、こちらね、75センチ水槽まで耐えられるヒーターになってますね。で、実際に今回使用する水槽は60センチなんで、全然ね、温める力がありながら、このヒーターの負担を、まあ、和らげるというかね、60センチ水槽用でもいいんですけど、それよりちょっと性能がいいというかね、ものを使って今回やってみようかなと。まあここにもね、安心の2年保証って書いてありますよね。2年間はまあ壊れても多分保証がつきますね。まあだいたいね、ヒーターは5年で買い替え時期って言われてますね。なのでね、今日日付もね、一応まあ携帯にでもね、メモ入れられるんで、時期が来たら買い替えようかなと思ってます。なのでね、今回はこのヒーターを使っていきたいと思います。一応開けてみますかね、これね。中身はよっ、こんな感じですね。35度まで設定できますね。これが電源ですね。このブラウン電源と真ん中のやつが、これがヒーターですね。ヒーターなんで、こいつか。はい、これヒーターですね。ヒーター。ヒーターを、ここに刺すと。ここ刺すんですね。あとこっち、一番右側は、これはセンサーですね。これがね、前回ぶっ壊れましたからね、最悪ですよ。まあ、しょうがないですけど。いろいろありますよ、人生生きていれば。じゃあね、これセットして、まあ動画にして今回は終わりたいと思います。はい、今はねヒーター設置終わりました。こんな感じですね。これとあとセンサーはちょっと見づらいかな、この奥のね、これがセンサーですね。まあ取り付けました。で、温度はね、まだね、まあ今電源入れたばっかりなんで上がってないですけども、24.8度。だいたいまあディスカスを入れるならば30度ぐらいにはしたいんですが、とりあえずね、ディスカスは2匹購入することにしてます。まあ、前回ね、ちょっと多かったのかななんて思ってますね。ディスカス飼育ちょっとね、分かんなかったんでね、何がいいんだか分かんないでね、もうやってましたからね。まあ、60センチ水槽なんで、まあ小さいじゃないですか。もともとね、ディスカスは
大体90センチ水槽がちょうどいい感じなんですよね。60センチ水槽だとやっぱりちょっと小さいんで、今回2匹購入することにしました。なのでね、ディスカスを購入したならば動画にあげたいと思います。まあディスカス導入までこうご期待って感じですかね。はい、ではまたアクアリストタッカーの今日は60センチ水槽ディスカス始動ですね。ではもしよかったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャッ。これで行きますよ。はい、今日はライスです。ライスは今日は猫の爪とぎ段ボールの中でお眠です。お眠です。アップです。